はい、ルルカです。今回はね、ソフトバンクの9月14日に行われた新サービス発表会。この中でもね、かなり注目を集めたソフトバンクエアに関してのお話していこうかなと思います。トータルでの全ての動画っても撮ろうと思っていたんですけれど、そちらの方がね、合わせると40分を超えてしまって、さすがに長すぎるなということで、ルルカが注目する点、ソフトバンクエアだけではないので、その他の部分に関してもね、別途動画の上げようと思うんですけれど、とりあえず第1弾としてソフトバンクエア、こちらに関してね、お話していこうかなと思います。ルルカチャンネル独自のね、ソフトバンクエア、もしかしたら神プラン化するかもしれない。そんな妄想のような考察もしていますので、よろしければね、最後まで聞いていってください。はい、皆さんソフトバンクエアって知っていますか？ソフトバンクの発表的には、販売シェアナンバーワン。実際ね、売れてる数はナンバーワンなんでしょうね。中1としてね、下のところに BCN ランキング、据え置き型 Wi-Fi 回線機器市場、機種別販売シェアよりっていうところになっているので、そもそもとして据え置き型 Wi-Fi 回線の機器っていうのがあまり多くないですよね。多くない中でと1位ということになってるんで、どれぐらい売れてるかはわかんないんですけれど、販売シェアとしてはナンバーワン。それがソフトバンクエアなんですけれど、皆さんが描いてるね、ソフトバンクエアに対するイメージってどんなものでしょうか？はい。ルルカ的には悪名高いっていうイメージがね、すごい強いです。実際問題、ルルカに関してはソフトバンクエアっていうのを使ったことがないわけなんですけれど、ルルカの動画を見てくれてる人の中にもソフトバンクエアの被害に遭ってる方が多くいます。実際ね、使い放題だよ、だったりとか速度が結構出ますよ。固定回線の代わりになりますよ、みたいな感じで勧誘されて契約したはいいんですけれど、実際問題速度が出ない。というか繋がんないこともある。そして、いざ実際繋がんなくて、おかしいじゃないか、やめようかなと思うと、かなり高いね、薬金みたいなものが発生してしまう。というところで、かなりのね、ヘイトがソフトバンクエアには集まってると思います。ソフトバンクアンチが多いのに関しても、このソフトバンクエアが1位になってるんじゃないかなってルルカは思っています。そんなね、ソフトバンクエアなんですけれど、サービス開始から約7年経っています。かなり長い間ヘイトを貯めてるって感じですよね、それこそ。そして、最初に出たのが2014年12月ってことになってるんだけど、初代に関してはね、最大で 110Mbps 速度だったんだけど、そこからね、5年以上の月日が経って、最新モデルの Air4 ってものになると、なんと最大値がね、962Mbps まで上がったっていうことで、かなりね、速度が改善されたって形になっています。はい、最大値の。未だにね、ソフトバンクエアに関しては全然速度が出ない、繋がんないよって言ってる方がいるので、それこそ初代のね、最高値も出ない方も多いんじゃないかなと思います。こういうね、固定回線代わりに使うっていうものに関しては、最高速出れば出るほど嬉しいんですけれど、基本的に安定して使いたいって方が多いのでね、最高値が出るようにする前に、安定して出るようにしろよって話にはなるんですけれど、一応ね、こんな感じで速度は上がったよっていう数字のマジックを出してきています。そしてね、そんなソフトバンクエアなんですけど、今回の発表でなんとね、5G に対応しました。工事のいらないお家の Wi-Fi、ソフトバンクエアに 5G 登場。ということで、9月15日からね、予約開始されて、10月発売予定ってものになってるんですけれど、つい最近、ドコモがね、同じようにホームルーターを出してきました。先ほどのね、販売シェア1位っていうのは、ドコモのホームルーターがなかった時代になっています。対抗し得るものっていうと、WiMAX とかがあったのかな？ WiMAX との一騎打ちって感じだったのかもしれないけど、多分それぐらいしかなかったと思うんですけど、そこにね、ドコモが参戦してきて、今かなり話題になってますよね、ドコモ。ルルカに関しても、ホーム 5G に関しては動画のを作らせてもらっています。というところでね、もともとソフトバンクエアに関しては悪名高い噂が流れていて、そんな中にさらにドコモっていう選択肢も出てきているので、今回のね、ソフトバンクエア 5G に関しては、相当力を入れてこないとね、ドコモ対抗にはならないと思うんですけれど、どんな内容が発表されたかというと、はい、まずね、お決まりの、数字のマジックですね、先ほども言った通り。過去最高の下り最大通信速度を実現ということでね、過去最大の安定とかだったらね、それこそ使いたいなと思う方いると思うんだけど、最高速度に関しては確かにね、初代110だったものに関して2100っていうことで、19倍になったってことなんですけれど、下のところね、記載見ればわかるんだけど、理論値の最大通信速度であり、ベスト A4 と方式のためっていうことで、これも悪名高いよね。悪名高きベスト A4 と。ベスト A4 とっていいと思ってるっていうね、元から絶対出ない数字っていうのを出してくるっていうのを、それこそ改善しろよって話になると思うんだけど、ベスト A4 とで、すごい出るように見せてるんだけど、実際問題どうなんでしょうかね。むしろ110メガ、初代の110でもいいから、これが安定して出てくれれば、多分ソフトバンクエアを選ぶ人って結構出てくると思うんですよね。なんですけど、とりあえずね、最高速だけ発表してるって感じになっています。実際問題どれくらい速度出るんでしょうかね。どれくらい安定するんでしょうかね。そんな感じで、理論値では爆速のソフトバンクエア 5G なんですけれど、料金はそのまま。一応ね、5G がついて料金そのままだったら、お得感を感じるかもしれないですよね。そして契約期間設定なしということで、なんとね、ついにソフトバンクエアに関しても縛りがなくなりました。はい、縛りがない。縛りがない、素晴らしい。ソフトバンクエアに関しては、その縛りの部分とかも含めてね、悪名高い部分があったんだけど、縛りもなくなった。というところで、いいんじゃないかなと思う方もいるんだけど、この後ね、縛りはなくなったんですけど、縛りがある。かなりね、矛盾した内容になってくるんだけど、その辺が出てきます。で、漢字の料金なんですけれど、基本料、税抜き4880円。税込みだと5368円になってきます。先ほど比較に出したドコモですね、今大人気のものになってるんだけど、ドコモの料金いくらかというと、ホーム 5G プランって呼ばれているものになるんですけど、料金の方が4950円になっています。はい。ソフトバンクお疲れ様です。今大人気のドコモブランドのホームルーター。こちら社が月額ね、4950円で利用することができるんだけど、ソフトバンクは5368円っていう形になっています。料金がお得であればね、選択肢に入る可能性っていうのもなきにしもあらずなんですけど、この時点で負けてしまったソフトバンクエア。ただしね、こちらに関してはね、基本の料金になっています。既存のユーザーがそのまま使った場合とかのね、料金になっていて、実際ね、新規で契約するとちょっとね、お得に契約することができます。はい、それがね、2つの特典ご用意ってところになるんだけど、エア4を新規で契約すると、エアスタート割プラスってものが適用されます。そうするとね、基本料っていうのが3800円、税込み4180円になります。そうなってくると、ドコモよりね、値段が安くなってくるということで、スタート割、要は新規で契約した場合に関しては、ドコモよりお得になってくるので、もしかしたら選択の余地が出てくるかもしれません。そしてね、エア5へ機種変更ということで、その場合に関しては実質0円で機種変更ができるってものになっています。この料金っていうのはあくまで、このね、ソフトバンクエアを利用するための基本料になっています。つまり、どういうことかっていうと、これプラスね、本体の代金ってものが必要になってきます。その漢字の代金、本体の代金、いくらなんだってすごい気になるところになると思います。ね。一番気になる点かなと思うんですけれど、一応このページ下見ていくと、はい、新料金プランご契約の方、おうちの電話実質、永年実質0円でご提供。あれ？はい。ソフトバンクエアーの端末代金ですね。こちらの方が表示されていません。あれなんで表示されていないんだっていうね。ちなみにね、ドコモのホーム 5G の端末ですね。HR01 ってものになってるんだけど、こちらに関しては、代金がね、39,600 円になっています。39,600 円。高いと取るかね、安いと取るか分かりませんが、いい値段ではあると思います。39,600 円ね。後ほどこの 39,600 円に関しても非常にお得にね、購入できたいっていう話もしようと思うんだけど、とりあえず定価で買った場合ね、39,600 円する形になっています。じゃあ、肝心のソフトバンク。ね、これね、こちら。ソフトバンクのソフトバンクエア 5G。いくらなんだっていうのを知りたい方に関しては、プレスリリースでね、こちらの方が発表されてるんだけど、はい、こちらがね、プレスリリースで発表されてる内容になっています。一応ね、ソフトバンクエア初 5G 対応のエアターミナル5っていうことで、一応ね、特徴などがプレスリリースで説明されています。方からでもね、最大値は倍以上になったよってことで、かなりすごいよっていう、数字のマジックでね、説明があって、下の方に行きますと、はい、エアターミナル5、価格ってものが出てきます。ね、やっと価格出てきましたよ。いくらなんだろう、エアターミナルって気になるところだと思うんだけど、月々割適用値っていうところで、36ヶ月間ご購入機種をご利用いただくと、実質0円っていう風に表記がされています。はい、エアターミナルの価格を知りたいんですけれど、答えが36ヶ月使うと実質0円になりますよっていう。ちょっとトンチンカンな感じになってますよね。意味わかんないですよね。いくらなのかって知りたいんだけど、価格というよりも36ヶ月使うと無料になるってことが記載されています。ただしね、さすがになんだけど、注意って書いてあるんだけど、注意を見ていくと代金が書いてあります。ソフトバンクの直営店及びオンラインストアでご購入の場合、月々割によりソフトバンクエアの月額基本料金から1980円。ね、こちらが36ヶ月間割り引かれます。ということで、1980円 ×36 っていうのが金額になっています。その後実際の金額書いてあるんだけど、割引合計額はソフトバンクの直営店及びオンラインストアでの販売価格は 71,280 円と同額になりますということで、はい、高いので料金を出したくなかったんでしょうね。どう考えても、エアーターミナル5、価格って書いてあったら 71,280 円記載するべきなんですけれど、これ書いちゃうと高すぎるって言われるから、ちょっとバレないように、実質0円なんだよっていう記載。1980円が割り引かれるんでっていうことで、実際問題の値段は 71,280 円になります。単純にね、機能の差もありますので、比較はできないんですけれど、ドコモのホーム 5G、4万円を切るということで、3万円以上ね、高い金額で、ソフトバンクエア 5G ってものは提供される形になっています。機能差があるので、単純にね、値段だけでは比較できないんだけど、非常に高く感じるのはルルカだけでしょうか。そして、先ほどもね、この契約期間なし、要は縛りがなくなったって話をしたんですけれど、実際縛りがなくなっていなかったっていう部分になってくるんだけど、どういう話かというと、先ほどのね、記載ですね。エアーターミナル5、価格っていうところで、36ヶ月間利用いただくと実質0円ということで、毎月ね、1980円割引されて、端末代金と相殺されていく形になっています。ということで、36ヶ月以前に解約した場合に関しては、その分の端末代金というものが加算されます。なので、最大で言えば、縛りがないので、使ってみた。で、ソフトバンクエア、悪名高いけど、とりあえずね、縛りがないんだったら、5G とか試してみようかなって契約したい方もいるんじゃないかなと思います。そういうチャレンジャーもね。で、実際試したけど、ちょっとやっぱ悪名高いな、みたいな。わかんないけどね、もしかしたらすごいいい場合もあるんで、今後も使おう。3年間使おうと思う人もいるかもしれませんが、悪名高さ分かったわって感じで、接続が安定しない人も出てくるんじゃないかなと思います。でも、今回に関しては、縛りがないから、じゃあやめるわってなった時に、結局、端末代金に関して1980円ずつ減らされていくので、それこそね、速攻やめた場合に関しては、7万円分のね、端末代金払わなきゃいけないということなので、もはやそれはね、縛りなんじゃないかなと思います。ソフトバンクエアがね、どういう風に使えるかはわからないんですけれど、ドコモのホーム 5G に関しては、それこそ楽天とかもね、使うことができるって話が上がっていて、そういう部分でもね、解約した後に利用用途があったりとかするんだけど、ソフトバンクエア、現状どうなってるかわかんないけど、以前までのモデルに関しては、使い道がほぼないものになっていました。要は解約したらもう使えないないよってもの。まあ今はどうなってるかわかんないんですけど、その点に関しても使えればいいんですけど、使えなかった場合、まあ7万円払って、ただのガラクタを手に入れなきゃいけないっていうね、かなりね、虚しい展開になっちゃうっていうことで、端末代金が高すぎるから、明らかにそれを見せないような感じで作ってるっていう、この辺に関しても、バンクヤードね、悪い部分を感じるんじゃないかなと思います。ということでね、実質的に言うと、縛りがあるって言っていいんじゃないかなってものになっています。ここまで聞くと、ソフトバンクヤーに関して、もう救い難いものかなと思われる方もいると思います。なんですけど、ルルカに関しては、一応ね、奇跡的にソフトバンクエア 5G が神プランになる可能性っていうのも、本当に少しなんだけど考えています。はい。どういうことかというと、先ほどからドコモのホーム 5G の話を出しているんですけど、ドコモのホーム 5G、なんでね、めちゃくちゃ話題になってる、人気なのかっていうところなんですけれど、端末代金がね、39,600 円するわけなんですけど、発売初日からこの 39,600 円、割引で一括0円になりました。はい。39,600 円引きです。まあ、ここ最近ね、総務省の圧力で割引っていうのがなかなかできない状態になっているわけなんですけど、ホームルーターに関しては、その辺のね、適用対象外になっているっていうことで、まあ、今回ね、新登場したこのホームルーターが 39,600 円引き、実質0円で手に入るっていうキャンペーンが、イオンだったりヤマダ電機で開催されています。で、これ実質0円で買えたらどうなるかというと、はい。こちらね、料金プラン自体がね、まあ、税込み 4,950 円するわけなんですけれど、端末代金の割引っていうのはドコモに関してもあって、それがね、1,100 円引きなんですよね。1,100 円引きが3年間続くことによって、まあ、端末代金実質0円みたいな感じになってるんだけど、一括0円で買えた場合に関しては、その 1,100 円っていうのが元々の基本料から割引されます。なので、計算しやすいね、4,500 円、まあ、税抜きの話をさせてもらうと、4,500 円から 1,100 円引かれた状態の金額で利用することができる。要はね、3,400 円で利用することができる。まあ、そうなってくるとかなりお得だよねっていうところで、ドコモのね、ホーム 5G っていうのがかなりね、人気が出ている形になっています。まあ、もちろんね、ドコモの安定感っていうのも含めての部分にはなってるんだけど、ドコモの安定感だったりとかね、まあ、本当に無制限で記載されていて、ソフトバンクエアがどうなるかわかんないんだけど、本当にほぼ無制限で利用することができる。まあ、そんなのも含めて人気が出てるわけなんだけど、この辺に関してソフトバンクエアに関しても成り立つ可能性っていうのがあるんですよね。本当にね、薄い可能性ではあるんですけど、はい。こちら、エアーターミナル5に関しては、月額基本料金から 1,980 円割引になります。端末代金が 71,280 円するので、それを3年間で帳消しにするために 1,980 円毎月引かれていく形になります。端末代金がある状態の場合に関しては、端末代金から引かれていくだけなんですけれど、それこそ奇跡的にね、71,280 円する、このソフトバンクエアの端末っていうのが一括0円になったとしたら、はい、どうなりますか？一括0円になったとしたら、1,980 円が基本料金から引かれる形になります。はい、お分かりでしょうか？まあ、これはね、本当に奇跡的な話にはなると思うんですけど、基本料金ね、まあ、ちょっと分かりやすいように 3,800 円だとします。で、割引も分かりやすく 1,900 円とした場合に関して、なんと、まあ、約 2,000 円を切る金額、まあ、税込みだと 2,000 超えちゃうんだけど、2,000 円を切る金額でソフトバンクエアを使うことができる。さらに端末が一括0円ということで、良くなかった場合にはやめたとしても端末代金が請求されないっていう状況ができるのであれば、正直こちらのソフトバンクエア、ね、神プランと化す可能性っていうのはあるんじゃないかなと思います。まあね、この端末代金が0円になるっていうのは本当に奇跡的なことかなと思うんだけど、ゼロではないと思います。それこそソフトバンクエアの含め高い部分、これぐらいやってくれないと払拭できないと思うんですよね。わざわざソフトバンクエアを利用しようかなと思わないもんね、今の状況だと。いろいろ調べればソフトバンクエアの悪い部分が大量に出てくる。で、その一方では無制限でほぼ利用することができて、端末も一括0円で手に入って、その割引が効くことによって安く持つことができる。ドコモのホーム 5G がある。この現状のね、悪いイメージの払拭するためには、ルルカとしては、このね、端末代金を一括0円にするっていう、まあ、この流れしかないんじゃないかなと思います。ソフトバンクの今回の発表会でも、何度もね、代表の方が言っていました。まあ、ソフトバンクはね、お客様の声を聞くと言っていました。ソフトバンクエアに関しては散々いろんな人が言ってると思います。悪名高い。それでもまあ動かなかったわけなんですけれど、まあ、実は今までもね、ずっと聞いていたけど、なかなかね、払拭する手がなかった。じゃあ、今回ね、こちらの端末ってのを一括0円にすることによって、料金面でもドコモを超えることができる。まあ、品質に関してはわかんない。それに関してはわかんないけど、でも試してもらうのが大事だからね。ちゃんといいサービスをやれば使ってくれる人はいるからね。っていう状態で、まあ、料金も安く利用することができる。なおかつ、端末代金がね、0円で手に入ったということで、すぐやめたとしても、使ってみて良くなかった場合に関してはね、やめたとしても、本当の意味での違約金がかからないっていう状態になってくるので、まあ、ルルカとしてはね、まあ、この辺を突っ込んでる方はあまりいないと思うんですけど、わずかなね、望み、まあ、ソフトバンクがね、利用者の声を聞くというのであれば、まあ、そういう流れっていうのもね、まあ、ゼロではないんじゃないかなってことで、今回ね、そんなお話させてもらいました。まあ、ルルカ的にはね、このまま普通に提供されるのであれば、やっぱね、ドコモのホーム 5G 一択になるんじゃないかなと思います。ということで、今回はね、ソフトバンクエアの新しいサービス、ソフトバンクエア 5G っていうものが出ましたので、まあ、その辺に関してね、独自の見解も含めてお話のをさせていただきました。皆さん的にはいかがでしょうか？多分ね、ルルカが言ったような、一括0円でいつでもやめることができて、さらに 2,000 円ぐらいでね、利用することができる。そんなプランでも出てこない限り、試そうと思う方もね、なかなか出てこないんじゃないかなと思うんですけど、皆さんの考えもね、よかったらお聞かせください。この他にも今回のソフトバンクの発表会で出てきた内容っていうのもあって、動画にしたいなってものもありますので、何本か分けて動画にしようと思いますので、よろしければね、チャンネル登録して待っていただけると嬉しいです。今後後もいろんな動画毎日更新で上げていきますので、よろしければチャンネル登録、いいね、コメントお願いいたします。ここ最近ね、ブログだったりとか、ポッドキャスト、あとはね、ツイッターなどもやっていますので、よかったら見たり聞いたり、フォローのお願いいたします。今回も動画の最後までご覧いただきありがとうございました。